広重が、東海道53体、三島、正月6日、三島祭りの図三島大社のおたうちは、静岡県三島市の三島大社に伝わるに、民族芸能の伝学である。1972年に、静岡県の無形文化財に指定された。この、おたうちは、玉祭りとも呼ばれ、念頭に、稲作の家庭を、模擬的に演じて、五穀豊上を祈願する、予祝神事であり、 室町時代から伝わる民族芸能である。かつては玄関の時期の旧暦1月6日の深夜に伊豆国一宮三島大社の神前で演じられたと伝わるが、現在は毎年1月7日境内の毎殿で行われている。毎殿の中央に二条分のマコモを四国を他に見立て、白い沖縄面の州都の補調と黒い面の向こうの福太郎の対話と所作で 縄城作り、足草敷き、種まき、鳥追い、雨乞いなどの演目が進められる。主に、補長と福太郎の二人によって進められるが、田内の所作では、牛役の子供方に見立てられたまこもの周りを三回、巡り最後に牛の鳴き声を真似る。また、雨乞いでは乱打する太鼓と共に、八乙女や諸役たちが傘を差したの周囲を回る所作を行い、 雷鳴と共に、稲の生育のため大切な恵みの雨が、天から落ちてくることを象徴する。最後に、紅白の餅や種もみがまかれ、神事は終了する。内容は、道東,東海国一宮、小国神社の田遊びと同様であり、田植えまでの稲作過程に重点が置かれ、田植え後は省略されていることなどに特徴があり、いわゆる、お田植え祭りと同様である。ありがとうございます。